はい、皆さんこんにちは、ジュでございます。まあね、タイトル出てると思うんですけど、またかということで崩壊ヒルズに来ました。一度ね、崩壊ヒルズね、収録してるんですよね。あの内容が全て吹っ飛んじゃった上にね、せっかく作った僧侶までいなくなっちゃったということで、また来ました、また来ましたよと。ね、あ、これ違うな、こうかな、これだな、うん、これで、ちょっとまた場所を探って、あ、これ OK だね。で、やっていきましょう。あ、ここで出た。あ、いや、ここで出るんだ。ここで出るんだよね。さあ、はい、もうサクサク進んでいきましょうね。今回これが目的じゃないんでね。もうね、またやり直しという。しかも今回は魔法使い2人いないんでね。微妙です。あー、しまった。3の弱めるだね、これ。弱めるの方がいいね。あとはひたすら殴って、まあ、盗賊がどんだけ殴れるかだけどね。若い、あ、あのね、ちなみにね、うちのいつものレギュラーの騎士外してきてます。それと、今回は、メンバーのメインの魔法使いを連れてますね。サブの魔法使いじゃなくて、サブの魔法使いを連れてくるべきだったかなと思ったんですが、いや、まあいいかなと。魔法使いの方はね。そんな感じで、あ、これもうダメだわ。これ殴るだわ。まあ、あとみんな殴るか、撃つかだね。いやーねー、なんでデータ吹っ飛んだんだろう。あー、もう今となっては悔やまれることですよね。確かあの時レベルも上がってんでね。これがまた時間かかるんですよね。結構ね。なので、これは番外として流します。まだ実は、取り溜めを行ってないので、というような感じなんですよね。で、この一番目の騎士の方もですね、あれですね、そんないい武器持ってないと思いますので、ねえ、さらにうちの戦士の奥さんもね、ちょっとね、微妙なのでね、ちょっと回転悪いかもしれないですけど、まあ、あらかたね、倒しちゃうと、問題ないのかなと思いますので、はい。はいはい、アンロックね。で、ここで3。で、はあ、出るかい？まあこれが多分ね、30分から1時間で終わるかなと思ってるんで、早ボルだね。あ、早送るの忘れちゃった。早送りじゃないね。戦闘の時間短くするの忘れちゃった。はい、これだね。で、まあ、ハーピーだからね、そんなに怖くないので、それよりもどちらかというと、この場合はこの場合で辛いんだよね。前衛弱いからね。やっぱあの騎士強いね。うちの騎士は。あのメインの騎士ね。ヒットポイントもあるしね。殴りもあるので。さーてと。よく同じこと2回目するのに収録したねって言われるかもしれないですけどね。もうね、ごめんなさい。これね。あ、いける？これね、一人でも黙々とできない。もうへこんじゃう。一人で黙々とやってるとね。で、次が2かな。で、僕はまだ出てくるんだよね。これね、出てくるところにわざわざ置いてんだよね。本当に。まあ、これもその、この3と2のとこだけだからね。あー、バーバリアン、これ長いんだ。もうすでに4分経ってるからね。4分経ってるのにまだ1周できてないっていうね。これ何周しないといけないんだろうね。多分4、5周しないといけないと思うんで。いや、待って待って。スピード上げて。で、バーバリアンだから長いね、これね。多分、1ターンで1匹倒せればいいかなっていうとこだね。あ、倒れたね、よかった。で、そのくせダメージ結構食らうのでね、そこら辺ちょっと考えてやんないとね、いけないんですよ。傷治そっか。あ、ちょっとやりすぎか。それだったらさっきオークさん直しなさいよってとこだったんですね。今。勝てーなー。
ね、結構食らうでね。ほんと魔法使い一人だったら、ここが回転悪くなっちゃうので。まあ、車種がね、結構ね、いいんでね。あ、これいけるか、殴っちゃおうか。おお、食らう食らう。よいしょ。まあ、車種が5番目にいますからね、今ね。でも、魔法使いがね、魔法使いじゃないわ。もう盗賊が全然役立たない、本当に。あ、エネルギー吐きかなかった。ね。さあ、まあ、盗賊さんはね、宝箱を開けてもらうと。で、やっぱりその、罠を開けるのもレベルが必要みたいなので、やっぱレベル上げとかないといけないのでね、やっぱり帯同させていかないとメインとしてね。っていうのがありますね。4番だっけ？ああ、でも、やっぱりね、箱開けてね、食らわないのいいわ。めちゃくちゃ。はい。で、開けて、これに終わったね。で、次5だったかな。あ、次8か。こっからはね、しばらく大丈夫です。ワンダリングしか出てこないので。で、こっからは、ズドーンっていけるんですよね。またワンダリング来ちゃった。しかも多いなぁ。ほんとね、これね。へこんじゃう。あ、でもシャドウビスト落としいなぁ、ゴールムよりも。シャドウビスト落としいからね、さっきシャドウビストじゃあつけましょう。はい。よいしょ。今何気に攻撃外したからね。はい。ラビットジャッカルちょっとね、めんどくさいでね。あ、うちの魔法使いもう魔法ないや。うわ、スペルポイント足んない、なめちゃった。どうすんだ？ああ、じゃあ、あれ使おうか。弱らせ使おうか。あ、今やらせつけたね。食料もね、どうだかなっていう感じなので。よいしょ。まあ、確かに金の箱ね、出てきてね、罠がないっていうのはね、嬉しいよね。罠がないというか、罠を気にしなくていいっていうのはね。それは確かにね、すごく嬉しい気がするので。もう、唱えれないや。弱いね、なんか。もう寝るか、あ、そうか、寝るから魔法唱えてもいい。寝るから魔法唱えてもいいんだ。そうだね。そう思うと、なんだっけ、強くする魔法ね、強くする、レベル上げる魔法ね、苦痛じゃない、苦痛の逆、武勇か。別に武勇が苦痛の逆じゃないね。という魔法を使ってもいいかな、というところですね。今回魔法使い一人なので、僧侶の魔法が結構余りそうですね。魔法使いは結構早く枯渇するという感じで。はい、2の4。もう罠食らわないって本当にね。寝ましょう。で、ごめんなさい。41の6の、はい。で、次8だね。あ、もう何も出ないんで。あ、次8じゃない。次5だね。あ、ちょっと忘れてきてんね。え、ここで5を入れて。で、こう行って、こう行って、で、また戻るんだよね。で、今度は9だね。で、ここが9。で、アンロックして、で、下から出て、おお、で、下から出ていって、確か敵出てくるのかな。あ、出てきますね。で、次、6、7の、っていう感じなんで。はい、攻撃しましょう。ガーズマ、オークチーフテン。あんまチーフテンってね、怖い感じはないですね、オークはね。まあ、チーフテンというとね、イギリスの戦車でしたっけ。ね、あのチャレンジャーの前の主力戦車でしたっけ、あれがチーフテンという名前だったと思うんですけど、まあこれも私のこの知識はもう大戦略なんですけどね。そんな感じなんですけどもね。あ、クレリックやるべきだったな。
わあ、頑丈だな、この往復。クレリック黙らされる？沈黙？沈黙言ってみましょうか。聞かなかったね。それも聞かないんだよね。沈黙がそうそう聞いたところ、私、見たことがない気がする。あ、クレリック先やっつけないといけないのに。これもうね、攻撃者できないから、麻痺の回復ね。で、ここで、クレリック効かないけど、で、もう一回麻痺されるか。麻痺さね。安定だね、そこはね。オークチーフテン、結構あれだね。粘るんだね。あやっと倒した。クレリックね。で、麻痺の回復をと。これ、シャドウビーストか。ああ、もうほんとね。あ、2回ヒットで30もいったわ。さあ、まだ1周目終わってませんが、11分まで来ました。まあ1周目はね、時間かかるんですよ。敵出てくるんで。あとね、うまいこと言ったらほとんど敵出てこずに終わらせることもできるので、はい、2、4と。罠、麻痺はね、回復させません。次の、次来るまで、これで行っちゃいましょう。あら、出てきた、また。ここ6ですね。あ、違うぞ。ここ6じゃないわ。私、入っちゃいけないとこ入った。ここじゃないね。あ、そうだそうだ。間違えた。よかった。よく気づいたわ。ここだ。ここが6だね。6。で、次7ね。で、おや？うわ、やば。また道迷っちゃった。え？あ、大丈夫？いや、もう今、全然道分かんなくなっちゃったんだけど。あ、これドンつきか。ならここでいいの。あ、やばいな。ちょっとごめんなさい。ここか。はい。いや、道迷っちゃった。はい。4、3、マイナー、ファイアボールでいきましょうか。で、5番でいいかな。で、麻痺を回復。で、はい。開いた。で、こうだね。まあ、マイナーデビルは負けないかね。回復させておきましょうか。使っちゃいましょう。いやー、一匹だったら、一匹じゃないわ。怒られるわ。魔法使い一人だったら、今魔法使い一匹って言っちゃったね。魔法使い一人だったら、寝る回数も増えるんだね。まあ、なんせ一回の戦闘が長いですね。そうなっちゃいますね。で、2、4。いや、でも今全然罠引っかかってないのはいいよね。スキルポーション。スキルポーション？ああ、これ多分一回こっきりの分だろうね。スキルポーション。成長の薬。レベルプラス 5×5。ああ、それはダメだ。これ、武勇と一緒だね。武勇と同じパターンだね。レベル5プラス5っていうことは、間違いなく、その手だね。でね、これいったら多分、あ、出てくるんだ。そう、正解、正解。またちょっとワンダリング多すぎませんかこれ。まだ一瞬もできてないんだけどね。もうそれで十何分経っちゃった。はい、ファイアボール行きましょう。あー、しまった。遅くしちゃった。しかもダミ全然当たんないや。ワイト効いたかな。まあ普通にやっときましょうか。
そうだね、どうしよう。なんか使える？麻痺、魔法の消去、状態の復帰、レベルの復帰、共産からの防御、そんなんいらないね。あ、大いなる武勇、大いなる武勇当てちゃう、一番に。2回攻撃できんじゃない？次、ワイト狙い。あ、ワイトが前に来ちゃった。あ、ワイトが前に来ちゃったね。あ、まあいいんだけど。よいしょ。え？大いなる武勇を当てたのに一番の騎士が微妙だったね、今。そういうことないね。まあでも寝るから。そうだね。霊気、炎走ってみようか、ワイトね。6しか当たんない。多く弓使うんですよね。やらしいんですよ、これ。いける？あ、いけんね。最後の一発だね、これね。あ、倒れてくれたね。あとはもう、ドカドカ殴って終わらすと。オークさん、そんなに体力ないんでね。チーフ点上がったけどね、だいぶね。次、6のとこ行かないといけないんだよね。すごいよ。これだけで16分超えちゃったよ。うわぁ、これ、あれ30分あったら終われるかなと思ったんだけど、無理だね。これ1時間もんだね。よいしょ。はい、A4 ね。ああ、罠引っかかね、シルバーシールドはいらないけどね。はい、寝ました。で、真っ暗で、よいしょ。あとね、最低でもね、あと最低も3回敵出てくると思うんで、ここに来て、戻って、ごめんなさいね、私のほんと。あれ、すごい、回さない。これ終わってるわ。6終わってたんだけど、で、ここ出て私迷ったんだ。で、ここで今回開けるんだよね。で、7番仕込むと。で、こう行って、で、敵出てくる。あともう一回バトルあります。3回と思ってましたけど、そのうちの1回倒しましたね、私ね。いや、違うわ、通らないんだ。9番と6番の部屋にね、そういうのがあるんですよ。で、マイナーデビルから行きましょうか。オーガチーフ、ワイルドボー、ドルイド、ドルイドはちょっと辛い。あ、聞くか。ドルイドは聞くのか。ドルイドとクレリックが私の中でごちゃごちゃになってるのかな。あ、すごい、うちの騎士、車種よりも早いんだ。すごいね。ちょっと驚いちゃった。あの、この、控えの騎士ね。控えの騎士めちゃくちゃ早いわ。で、マイナーデビルからいっちゃいましょう。マイナーデビル避けんだよね。避ける時がある。避けやすい。っていう感じかな。で、一番回復させて。目覚ましましょうか。一気に。よいしょ。で、ドルイドを今眠らせたのかな？眠らせたような気がしますね。ドルイドをやっつけましょうか。ここはちょっと我慢しましょう。はい。まあ、ここ、レベル1とかできたら、ちょっとしんどいね。ちゃんと避けていかないといけないのと、レベル1できたら、もう、ワンダリングに遭遇してしまうと、かなり辛いよね。はい、鉄の箱どうだ？うおー！うっそ！ちょっと驚いちゃったんで、場所わかんなくなっちゃった。あ、これ1だね。はい。あ、ちょっと驚いちゃった。まさか引っかかるとはね。もう一回バトルあんのに、ここで。盗賊がね、4まで減ってんですけど、奇襲かな？あ、奇襲じゃないね。盗賊まで被らなかったら嬉しいんですけど、ハーピーだからね、後ろ攻撃してこないし、あー、ダメだね。まあ、もうガンガンいっちゃおう。ファイアボールの方がいいかな。6番にね。あ、でもこれだったら稲妻でいいのか。ファイアボールリスクあるもんね。もし、間違えたら、
盗賊とこの騎士死んでたね、今。笑い事じゃないんですけどね。これ変えちゃおうか。隊列変更で3番いっちゃおう。絆オスでさっき1番だね。まあ、うちのね、この僧侶はね、むちゃくちゃね、筋骨隆々のはずだからね、71あるもんね、ヒットポイントはね。2番目じゃないかな、うちのパーティーで。メインの騎士を除けばね。そんな感じだったとも思いますんで。よいしょ。で、うん、こんな感じでいきましょうか。あと4発取られるから、魔法使いがね、稲妻系を。さあ、あとこれで回っていきましょう。さあ、ほんとね。いやー、魔法使いが一人の崩壊ヒルズでこんなに大変だとは思わなかった。あ、でも前も一人で回ってたのかな？もう記憶ないけどね。なんで？うちの盗賊あ、フランビルジュ。うちの盗賊は？なんか今通知言ってきたね。ゲームサービス更新されました。意味がわかんないんですけど。いや、ちょっと、寝るか。ちょっと罠、どうしたの？それが、あなたの、盗賊さんのね、生きる、証だと思うんだけど、食料まだあるから大丈夫っちゃ大丈夫だけどね。で、で、この後4だね。ここで、アンロックして、入って、4入れて、アンロック。で、出てって、で、あと、ガン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 。はい。っていう感じですね。で、引き続き、あ、間違えちゃった。で、ここが3でから、3ね。で、おい、また出てくる？一周終わっただけなのに。うわー、ケンタウロスだ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。おー、よいしょ。ファイアボールかな。5番からだね。でもダメだ。1番に、稲妻職撃だった。そうだ、もう一人いないんだ。もう一人いたらこれでいいんだけどね。もう一人いたらこれでいいんだけど。そうだ、いないから負傷のまま残っちゃうんだ。そういうことないか、殴り、おお、倒したね。もうこれ4だね。もうまばらに当てとこう。で、殴って、当たらないか。うちの、このサブの騎士一番目にいる人なんですけど、あれかな？命中率悪いのかな？よいしょ。でもね、今まで戦ってちょろちょろっとアイテム手に入りましたが、使えるアイテムがないんですよね、全然ね。さあ、彼ら25にすると、とりあえずここでのミッションは終了と。あの知恵をね、知力を25にするとね。銀の人4だよ、盗賊4番。シミタープラス2、チェインメールいらないな。シミタープラス1も持ってるよね。シミター持ってるよね。スケール、シミタープラス1だもんね。まいったな。麻痺も直しておきましょう。せっかくなので。さすがに食料のこと考えたらね、ちょっと怖いので、キャンプで回復させてしまいましたね。おい、どんだけ出てくんだ、これ。ちょっと驚いちゃった。4、3、サイクロス、ヴァンパイアバット、マイナーデーモンだから、サイクロス欲しいな。もうスネークだからね、ディノリザードぐらいしかファイアボール効かないから、もうファイアボールやめときましょう。稲妻で。ヴァンパイアバット死ななかった？
あ、サイコロス倒したね。やばいやばい。で、バンパイアバッパッと倒して、次、マイナーデーモンだね。で、はい、回復。で、マイナーデーモンいっちゃいましょう。いや、ちょっとなんかね、ワンダリング多い気がするね。もうワンダリング多い気がしますよ。よいしょ。で、これ、よし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 。魔法行く？魔法行っとこっか。あんまり聞かなかった。聞いてんのは聞いてんだけどね。あんま聞かなかったね。はい、4。ああ、よかった、銀の箱。あ、これバーディチェっていうものかな。これまたちょっと見ましょうか。翻訳ね。バーディチェ？バルディッシュ。バルディッシュっていうのか。で、これ何なの？バルディッシュって。バルディッシュ画面で画像検索してみましょうか。よいしょ。バルディッシュ、そういう言い方だったらなんかすごくバシッときたね今ね。これもね、クレセントアックスと何が違うのかなっていう感じの画像だね。そうだね。ちなみにこんなのです。あれ映んないや。あ、そうだ、ごめんなさい。ちなみにこんなのです。これがバルディッシュ。まあ、通販デートだね。さあ、それは終わりまして、ちゃんと元戻しておきましょう。ああ、そうだ、バルディッシュを調べないといけないんだ。あら？ごめんなさい。バルディッシュ。あれ？ああ、あるある。バルディッシュは、うわ、これも弓使えるんだ。しかも全じゃないといけない。10プラス1。速度プラス1だわ。あ、いいわ。これをね、バルディッシュを騎士に持たせましょう。いいの手に入ったね。んで、これかな？あ、バルディッシュ。はい。うわー、いっぱい持ってる。スキルポーション、シルバーシールド。あ、この子がバルディッシュ持ってんのか。おや？あ、そうなのね。なんでこの子が。普通、私は僧侶にいつも荷物が入ってたんで、僧侶今荷物1個しかなかったね。その人よりも上なのかな？優先度高いんだね。この子後で作ってる子なのに。ごめんなさい。じゃあね、アイテム渡さないとね。この辺は僧侶に渡しておきましょうか。ね、僧侶はハンドアックスしか持ってないので、まあこれぐらいでいいか。で、装備を外す。ショートソード持ってたのか。で、シルバーシールだったんだね。じゃあ、あなたは装備するで、バルディッシュ。あ、これ私、いつもね、口に出さないんですけど、バーディチェって思ってました。いや、そう思ってた方、他にもいるんじゃないのかなと思うんですけどね。いい敵さんだったね。じゃあ次、2番に行きましょう。はい、2番。で、回って、で、ここが8番かな。あ、ちょっと忘れてんね、私ね。まあ、来ちゃって。はい。はいはい。おー、でも何も効かない敵だね、これ。弱くしようか。ああ、弱くしちゃおう。ごめんなさい、ちょっとね、早くするの忘れちゃったんで、これ長いぞー。あ、1回で8か。微妙だな。ワイルドボーって魔法6に効かなかった気がすんのよね。効いたかな。次一発かまそっか。効いたかな。ああ、効かないね。やっぱり。フレッシュイーターワイルドボーはもう魔法効かないね。魔法効かないというか、稲妻系、ファイアボール系は全然だった記憶があったんで。
このひたすら殴ってやるっていうのがね、もう寝るからいいか。寝るからいいや。弱めよう。1しか当たんないか。お、14当たったね。よかったよかった。よいしょ。まあいっか。よいしょ。あら？何使ったんだろう、私、魔法。よいしょ。あー、硬いな。よいしょ。ここは何番だったっけ？外出たんだよね、ここね。まだ30分経って1周しかできてない。2周目だっていうことか。まいったね。何も見つかりません。あと次8番。あ、5番だ。ここで5番だ。5番を入れて、で、降りて、で、今度9番だ。9番ね。んで、ここ6番だね。で、上に上がって、で、降りて7番。んで、ここで1番。で、次4番だね。はい。さあ、キャンプしてみましょうか、いっぺんね。この人で14。で、さらに、さあ、これが悪いんだよね、11。あと何周しないといけないんだろう。2上がったのかな？結構しないといけないね。で、3番の、あー、またワンダリング来ちゃった。ちょっともう早送りでいっちゃうね、もうね。あ、しまった、寝るの忘れてた。勝てるだろうけど、大丈夫かな。殴るか。なんか今、資産の魔法かなんか出たね。あ、スピルターポイント足んないか。よいしょ。辛いな。あ、生命力奪われたのか。切れちゃったか。いや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 、寝たらいいんだ。寝ないといけない。先にね。これ一晩休んだということで時間経過させてるんだよね、きっとね。したことになってんだよね。だからライト消えるんだよね、寝ちゃうとね。で、さまざまな効果もなくなっちゃうと。で、私ここで2だよね。あ、2だ。2ね。2の8で5ね。あ、いや、なんか順番変えちゃった。あ、これが今度9のはずだ。で、6、7で4かな。あ、1だ。1の4だね。で、これで行って、はい、引いたら、よいしょ。ほんとごめんなさいね。あら、これ前も見たじゃないのっていうね、視聴者の方もおられると思うんで、もうその通りです。またやってますからね。もう前回やったものがね、データを私が吹っ飛ばしちゃったので、なくなっちゃったんですよね。で、今、1番目にいる騎士と4番目にいる盗賊の成長も全部吹っ飛んじゃったという。ねえ、ほんともう、自分で言ってて情けなくなってきちゃいます。で、これ9ね。ああ、また来た。うわあ、いっぱいだ。ああ、しかも、あ、ワスプがいるのか。ということは、11番からやるべきなのかな。で、打って、ほらほら、来た来た、よかった。一回で済んだよ、倒しててね。ワスプ当たる？当たんないね。
そうだ、ガードマンもあれなんだよね。ガードマンも矢を放つので、スリサービースだっけ、あれやっつけとこうか、弓打ってる人は。当たんないね。うちの魔法使いじゃないわ。当たんないんですよ、うちの盗賊の弓は。はい。はい。あ、銀の膝開けたね。ハルバード、ハルバードプラスワン入っちゃった。ちょっと待って、ハルバードプラスワンの方が、バルディッシュよりいいんじゃない？ハルバード。ハルバード。あ、12プラス1だ。12プラス1か。バルディッシュの方が速度プラス1入んのか。あー、12プラス1か。あー、速度いらないもんね。ハルバードの方がいいか。うん、バルディッシュが10なんですよ。ハルバードが12なんですよね。で、まあ、バルディッシュは速度プラス1っていうのがつくんですが。そうだね。ハルバードの方がいいね。バルディッシュより。ね、うん。ちょっと待ってね、ごめんなさい。オークさん、あ、ポークさん、オークさん、オークさん、ハルバードか。あー、まあいいか。いや、一瞬バルディッシュに変えようかなと思ったんですけど、いや、でもハルバードの方がダメージでかいもんね。オークさん遅いけど。で、私今何枚いたのかな。出たら思い出すかな。出たら思い出すかな。出たら思い出すかな。どこだこれ。あ、これ最後のとこか。違う、最後じゃない。9番。あ、6番だ。よかった。で、ここ7番だ。これ一回ミスるとね、全部また全部回る方が早いんですよね、結局ね。忘れたところ探すよりね。あ、よかった。はい。で、ここまた3ね。で、ここ2ね。で、ここじゃない。いやー、ほんとね、今、秋も、あ、てか今年秋なかったね。なんかちょっと前にまたね、今10月の、あ、今11月か、11月6日なんですけども、2021年ね。11月の6日なんですけども、ほんとね、ちょっとまた暖かくなったんですよね。これどうなのという感じですよね。あ、こんな喋りながらできるかなと思ったけど、喋りながらじゃ無理だね。今頭の中真っ白になっちゃった。で、まあ回ること、いや、やっぱりね、私もね、なんか喋ってね、少しでも、皆さんの苦痛を見てる方の苦痛をね、取り除くことができたらね。始末た。そうか、属性、あ、今あれだったのか。しまった、属性スリップしちゃった。群れだったのか。あ、しまったね。うちのパーティーって、みんな善しかいないので、悪になった人をちょっと変えてあげないといけないんだね。うわぁ。ここは、あ、そっか、キャストできないんだ、この人。よかった。で、ミサイルね。厄介だね。あ、2回回ってきちゃった。これ2回回ってきたってことは、溜まったもんが回ってくるのかな。今ね、魔法使い2回回ってきたよね。はい。サンディール？なんだサンディールって。サンディール。1を知る5回。あ、6分儀。おー、なんかあれだね。1を知ることができるそうです。
あれだね、大航海時代ちょっと前にやってましたから、おーっていう感じになっちゃいましたけど、ここ3番かな何番だここあ、ここ2番だ。もう一回回します。2番。今ね、天気がちょっとね、どこ押したか分かんなくなっちゃったんで。ん？あ、違う、今の3番だ。ここ3番だったんだ。危ない。で、ここまた8番ね。8番。5番。5番。9番。6番。7番。で、1番。で、4番。で、これで戻れるんだよね。はい。はい、ちょっと待ってね。どんぐらい来ました？あ、22まで来た。で、あなたは19まで来た。あと2周ぐらいで行けそうだね。あと2周ぐらいで行けそうなので。あ、1時間はかからないかな。3でしょ？で、2でしょ？で、8でしょ？で、5でしょ？で、9でしょ？6でしょ？7でしょ？で、1でしょ？あ、覚えちゃったね、私。で、これで4でしょ？はい。あと1周したら多分いけると思います。3でしょ？2でしょ？ああ、来ちゃった。はい。これなんていうか、リノビートルだっけ？あ、ジャイアントスコーピオンがいいのか。こっからやっつける方がいいね。あ、倒しちゃったね、ジャイアントスコーピオン。で、キャストより殴っちゃう。あー、3吹っかけるのか。なかなか強敵だね、これね。あ、もう寝ちゃおっか。まあ、あと1周ぐらいで終わりそうなので。24まで来てもね、あー、1周じゃ無理か。この子がね、21でしょ。一周じゃ無理。え、21？ で、この子が20、あ、4か。一周じゃ無理かな。一周じゃ無理かもわかんないね。で、これ今8に向かってんだよね。8で。あー、また来ちゃった。あー、これやり過ごす。あ、そうだ。ここ5だね。これ見とかないと。全。この人全。全。みんな戻ったかな今ので。ああ、中立になっちゃった。盗賊は中立になっちゃったね。あ、盗賊だけか。ということは4、4、5。状態の復帰。レベルの復帰。あら？これ魔法でなんとかなったよね。あら？ならなかった？状態の復帰、レベルの復帰。魔法使いの魔法だっけ？ん？どこの中は？あ、属性の復帰だ。属性の復帰を4番にかけてあげると。あ、全に戻ったね。ああ、よかったよかった。で、ここが5なんだよね。5を置いて、で、9、6、7、で、1、
4。はい、だね。で、3。次って大丈夫だろうね、これでね。次で2。もう出てきてほしくないけどね、テキさんね。8。これ5だね。5。9。6。7。1。4。で、はい。これでいいんじゃない？これで終われるかな？ 25 になってんね。頼ます。ああ、25になってるわ。これで終わりなので、さあ、これで出ていこうか。はい、はしご登って、で、ソーピガルに行けばいいかなと。さあ、入らない。はいと。で、装備狩りに入りましょう。で、B ディスクね。さあ、帰ってきたので、これでレベル上がる人いるかな？いるはず。お金ももらってるからね。お金2000もらってるでしょ、1人。あ、レベルアップしたね。もう一回行く？お、もう一回上がった。もう一回行く？あ、行かないか。これで6になってるもんね、この人ね。おー、オークさんも上がるわ。嬉しい。次は72000。で、あなたも上がるのかな？いや、経験値不足。あなたはゴールド足んない。あ、あなたも2つぐらい上がるね。ああ、1つか。おー、車種上がりました。嬉しいね。お、上がった。あ、めっちゃ嬉しい。うん。これでね、ちょっと1番目の騎士の方は、これで終わりになっちゃいますが、ってところですね。じゃあね、これで終わっときましょう。ああ、なんとか1時間かかんなかったね。よかったよかった。最初の1周でね、30分かかっちゃったので、どうなるかなと思ったんですけども、この辺で終わっておきましょう。じゃあ単発で、また崩壊ヒルズ。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。